皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、比例と反比例の2回目、今回は比例と比例の式についてお話しします。まず前半では比例についてで、後半では比例の式を求めて問題を解く練習、これをやっていきます。1メートルの重さが 15g の針金、 X メートルの重さ、これを Y g とします。この X と Y の関係をここに表にしました。長さ X メートルのところには 1,2,3,4,5…… と並んでいますよね。そして重さの Y g のところ、ね、1メートルが 15g なので1の下に15と書いてあります。じゃあ2メートルだったら、これ 15g が2つなので 15×2 で30、3メートルだったら 15×3 で45と、4メートルだったら 15×4 で60、5メートルだったら 15×5 で75と、まあまだずっとね続くわけですけれどね。つまりここでは X が2倍3倍…… になると、 Y もこれも2倍3倍…… になっています。小学校ではこうなっている時、この2つ比例している、こんなふうに言いましたよね。中学校でも同じです。これは比例の関係にあります。この関係を式で表すと、 Y、 これ重さですね。重さは1メートルの重さかける長さということになりますから、 Y は 15×X、 つまり 15X と、こういう形で表すことができます。このように対応する X と Y、 この関係を Y=AX という形で表せるとき、この A の部分はここでは15になりますよね。この形で表せるとき、 Y は X に比例していると、こういうんですね。つまり2つの関係が Y=AX、 こういう形になっていたら、これは比例していると、比例の関係にあるんだよって分かるんですよね。そしてこの式の A の部分ですね、この A の部分、このことを比例定数と言います。この2つの関係では Y=15X ですから、比例定数は15と、こういうことになります。これ小学校との違いはどこかというと、小学校の時には負の数がなかったんですよね。でも中学校になると負の数も含めて比例を学習すると、こういうところが少しだけ違っているんです。それから覚えておくとテストに役立つ知識として、これ比例定数の A の部分ですね、これは対応している部分の X 分の Y、 つまり Y 割る X と、こういう計算をすると求めることができます。例えば4と60って、これ対応している部分ですよね。で4分の60、これを計算すると15になりますよね。つまりここの数になっています。ですから A は対応している部分の X 分の Y、 これを計算すると出てくるということを知っておくと、テストでちょっとだけ役立ちます。では問題を解いていきます。では一緒に問題を解いていきましょう。まず比例を表す式の形、先ほどお話ししました Y=AX と、この A って比例定数って言ったんですね。まずこの形しっかり覚えてください。この形を使って問題を解いていきます。比例の式を求める問題です。 1. Y が X に比例し、X=4 の時 Y=-20 です。括弧1、Y を X の式、これで表しなさい、こういう問題ですね。Y を X の式で表すとき、分かっていることは X が4、Y は -20 なので、
この y イコール ax、 ここに一応書きましょうか。 y イコール ax のこの y の部分、ここがマイナス20、そして x の部分、この部分が4、こう考えて、式を求めていきます。ですからマイナス20イコール a かける4なので 4a、これ左右入れ替えます。 4a はマイナス20、両辺を4で割ります。そうすると a はマイナス5とこうなります。これが答えだと思っちゃう人いるんですけど、そうじゃありません。この a の部分っていうのはこの比例定数ですよね。で問題は y を x の式で表しなさいとなっています。これは y イコールなんとか x という形にしなさいという意味です。で a の部分がマイナス5と分かったので、答えは y イコールマイナス 5x と、これが答えになるので気をつけてくださいね。 a だけで終わらないように y イコールマイナス 5x とこの形になるように書いてください。括弧2番です。x イコール8の時の y の値を求めましょう。括弧1で y イコールマイナス 5x という式が分かりました。でその x が8の時という、ここの x の部分に8を入れて計算しなさいということです。ですから y はマイナス 5×8、 これを計算してねという問題なんですね。計算するとマイナス40ですから、答え y イコールマイナス40とこうなるわけです。括弧3です。 y イコール15の時の x の値を求めましょうと、こういう問題です。先ほどは y の値を求めた、今度は x の値を求める。で、もともとの比例の式は y イコールマイナス 5x ですよね。で、y が15となるので、この y の部分を15にして計算していきましょう。ですから、15イコールマイナス 5x と入れ替えますね。マイナス 5x イコール15となって、両辺をマイナス5で割ります。ですから x イコールマイナス3となって、答えは x イコールマイナス3、このように出てくるわけです。皆さんはこの比例の式の形 y イコール ax、 この形しっかり覚えちゃってください。そして問題を解くとき、どこの部分にどの数字を入れればいいかとね、y が15だったら y のところを15にする、 x が3だったら x に3を入れて比例定数を求める、このようにして問題を解く、この方法をしっかり覚えてください。今回は比例と比例の式についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。